荒井正和の出版ペタ学園。始まりました、荒井正和のスパルタ学園。毎回、フォルタメンバーの誰かが、パーソナリティを務めていきますが、今回は私坂本達也がお送りいたします。そして番組のご意見番であるところのこの方、新井です。はい、スパルタ王子こと新井正和先生と、どこからから聞こえる謎の声の方は一体誰なんでしょうか。この方です。さあ、北村さんとは誰？北村さんとは、この FM うららマリン FM、 あ、違う、市川うらら FM で、もう北村さん、前さん、最初から噛みまくって、失礼しました、社長様でございます。はい、はい、ちょっと混ざっちゃいましたね、すみません。北村なんとか知ってんの？まあまあ行きましょう、ここでダメですよ、もう社長の名前も知らないっていうね、はい、すみません。はい、今回はこのメンバーでお送りしたいと思います。この番組はオフィスフォルツァの提供でお送りいたします。はい、改めまして坂本達也です。新井正和です。はい、はい、天の声です。はい、よろしくお願いします。はい、まさかね、一番最初でこんなにも結末づくとは思いませんでしたね。はい、もう最初ダメなら終わりもダメだから、まあ、そうならないようにね、上げていきたいなと思いますね。まあ、もう3月25日ですか。はい、そうだよ、はい、そうなんですけど、何をまじまじと3月25日ですか。いや、もうなんか、まあ、桜、はい、桜の季節、まあ、もうちょっと先な気がしますけども、いや、もうそろそろ来るんじゃないかな、南から。そうですね、なんか、うん、河津桜、甲津桜、うんうん、でなんか、まあ、ちょっと早い時期から咲いて綺麗だっていう、まあ、お花見の、いや、もうとっくに咲いてますよ、あそこは。ですかね、うん、まあ、そうですね、まあ、今じゃないです、今じゃないね、もうだいぶ前、だいぶ前に咲いてますよ、もう咲いてる、うん、ああそうですか。じゃあ僕らがね、赤レンガ倉庫の周りを走った3月3日にはもう咲いていたんでしょうか、ね、全然咲いてたよ、咲いてましたか、うんうん、まあ、ちょっと、まあ、フォルツァのメンバーで3月3日に赤レンガ倉庫で、まあ、リレーマラソン、まあ、ハーフのリレーマラソンを走らせていただいたんで、噛んだよ、はい、走らせていただいたんですね。はい、で、まあ、僕はもう、まあ、トップバッターというか、まあ、やらせていただいたんですけれども、うん、まあ、最初の2周目ぐらいまでは、何人中何位、何チーム中何位か知ってる？128だかから68位ぐらいでした。68位ぐらいでしたっけ？覚えてないんだ。違いましたっけ？覚えてない。自分の、じゃあ、1キロ走った秒数知ってる？僕確か、一番最初が4分10何秒。まあ、そんなもんだよね。まあ、4分切ってほしいな、次は。はい、頑張ります。うん、はい、で、はい、まあ、そういったね、まあ、フォルツァでも、ちょっとした、まあ、新年じゃないな、年度末。新年年度末、ね、何ヶ月経ってんだよ。すいません、僕ね、はい、年明けで初登場なもので失礼しました。まあ、年度末になるんですよね、3月って。そうだよ。なんかそういった面でちょっといい思い出ができたかなと、年度末、まあ、次の年度に向けての、まあ、踏み台じゃないんですけど、踏み台じゃないですね、ステップアップ、ステップアップ、ね、ステップアップのためのちょっといい機会っていうかね、うん、なんかになったのかなと思います。まだまだ続きますよ。そうだよ、はい、まあ、10月の、うん、まあ、その前にも行っちゃうかもよ。あ、なるほど、うん、そうですね、じゃあもうより一層頑張ってね、この前の失敗を繰り返す。だってこの前の失敗って言ったらさ、はい、みんなさ、毎日走ってないじゃん、だから失敗するんだよ。はい、走ってます走ってます、いつね、そんな感じでしたね、はい、すいません、まあ、明確に君だけじゃないよ、すいません、まあ、明確にちゃんとね、その実力を出し切れなかったっていうのは本当、まあ、悔しいなと。その実力がないんだよ。はい、そうですね、まあ、結果が出せなければ実力がないっていうことになっちゃうんだよね。だから何事も詰め込まれて、はい、なんでね、次は、まあ、ちゃんとね、無理せずじゃないですね、無理のないペースで しっかりとね、力を出せるようにやっていきたいなと思いますね。あれでしょ、はい、隣でさ、綺麗な女の子たちのチームが走ってたら頑張っちゃうんでしょ。いましたか。違う、例えばの話だよ。まあ、いたら多分ペース守っちゃうんじゃないですかね、一緒にいたいから。ダメだ、だからダメなんだよ。そうですね、なんで、そういった煩悩もね、断ち切れるように頑張っていきたいなと思います。はい、はい、では早速
次のコーナーに行ってみたいと思います。こんなはずじゃなかったよね。私の人生こんなはずじゃなかったよねのコーナーですね。人生は運命なのか、それとも定められているのか、あの時こうしていたら今と違った人生があったのかもしれないというわけですね。僕はまあ以前も話をした、まあラジオでお話ししたことがあると思うんですけれども、まあ恋愛に失敗というか、まああまり積極的になれない人間でありましてですね。恋愛に、女性に、まあ、女性、まあ、どっちもですかね。ってことは男は OK なのか。まあ、そうです。恋愛対象としてはまあないですけど、まあ付き合う、まあ、人間として付き合うとしたら、まあ友達としてはまあ男性の方が多、まあ、当然多いですね。はい、まあそうでしょう。まあ、まあそうですね、まあそうですね、一番最初の失敗っていうのは何なのかなと思った時にですね、もう中学3年生の夏ですよ、うん、そのまあその日雨を、受験勉強の真っただ中で何を考えてんの君は。いや僕まだその時まだ部活やっててですね夏のその日は雨が降ってて、何部活は、僕陸上部でした。陸上部、はい、はい、まあその日は雨が降っていてですね、室内練習をしていたら、うん、まあ、クラスメートの女の子と、まあ、その時好きだった女の子が、うん、まあ、たまたまその2人が、クラスメートの女の子と好きだった女の子って2人いるの。あ、まあ、その時あの女、その2人はバレー部だったんですね。あ、要するに女子が2人いて片っぽが好きな女の子ね。はい、はいはい、そうです。で、まああのまあ、練習の合間というか、まあ、休憩時間にちょっと話をしてたらですね、うん、まあ、女の子が2人いたら、まあ、恋愛の話になってたんですね。まあ大体なるよね。なりましたね、うん、で僕の好みは誰なのかとか、どんな子が好きなのかと、うん、そういう話になりましてですね、うん、まあまああの近くにその好きな子がいるわけですよ。言ってるじゃんお前だ。まあなんかそう言えればよかったんですけど、なんかちょっと絡み、うん、なんていうんですかね、変化球でこういう感じの子が好きでこんな感じかなって言ったらですね、うん、そのまあ好きな子の友達が、まあ僕のクラスメートですね、がそれってこの子のことじゃないっていう、あの、うん、チャンス到来だよ。でそのね、図星を疲れてちょっと僕はもうちょっとテンパっちゃってですね、正解って言えばいいのに、はい、なんかそう言えなかったんですね。それを言えたら意外に正解をしてる坂本さんを想像できますよね、うん、はい、なんかそうなっちゃってですね、あのまあしどろもどろになっちゃって、まあまあそうだねそうだよっていう風にあの自爆しちゃった。おじさんじゃないんでそうだよとかさなんか、まあ、そうだねって、なんかそうおじさんですよ、はい、なんか、まあ、当時はそんなこと言ってなかったと思うんですけど、で失礼な多分いや僕を批判しました、失礼しました、あの多分当時の僕は、まあ、もうちょっと若々しかった、まあ、若々しくてじゃあその当時の声で言って、はい、どんな感じ、その当時の声、じゃあそんな感じ、そんな感じ、うん、はい、うん、なんて言ったんですかね、なんかもう頭、今言ったじゃんセリフを、まあ、そうだねとか、そうだよねあんま変わんないようだね。そうですね。まあなんかまあまあ相当にまあテンパってたんですね。うん、まあでまあ自爆に近い告白をしてしまってですね。どういうふうに？あ、だからそのなんていうんですか。告白してない？あ、したんだ。これからしたんだ。したんですけど、なんかそれはまずどういうふうな、その手順を言いたまえ、手順を。手順っていうか、まああの手紙を出したのか。まあその場で言いました。え、その今2人いる中で、その2人いる中でなんか好きなんじゃない、あ、違う違う、ごめん、今の現場で言ったの、現場って変だけど、まあ、その現場で言っちゃいましたね。なんて言ったのよ。そうだよ、好きなの、この子好きなのって言って、うん、まあちょっと、まあ、タイムラグがあったんですけど、確かうん好きだねっていう感じになりましたね。そりゃ告白と違うじゃん。なんかもう報告になっちゃったんですかね。報告ってか、なんかもうなんかその場の報告になっちゃって、それ別に向こう何とも思ってないじゃん。いいですね。いや向こうはただあの言っただけって感じで、友達として、なんかそうだったんですかね。君は思ってると僕は何も思ってないと思うよ。でしょうね。なんかもう今思うともう本当に自爆だったなと。どういうこと？いやなんかもうなんかいやでも向こうの女の子が、はい、あの坂本さんのことをこう好きというか興味があれば、はい、え、私のこと坂本君好きなんだって
そういう気持ちにはなりますよね。まあ その場で、まあ、その場でなるけども、はい、そこから坂本達也がそこから発展しなかったわけ、あの自分から行かないと、うん、もうその時点で女の子はもう待つ体制に入るから、はいはいはい、何も起こんないよ。なんかだからそうなんですよね。それでもう終了しちゃったわけ、ね、そこでなんかもうやらかしちゃったなっていうところで止まっちゃったんで、ね、全然やらかしてないよ。なんかガンガン行けばよかったんだよ。そうなんですね。なんかまだ全然もう経験が足らなかったんですね。いやだからそれほど好きじゃなかったんだって本当に好きっていうのはね、まだそれはほら中学3年生で、ね、いやでもね、はい、本当に好きだったら寝ても覚めてもさ、もういても立ってもいられないでしょ。まあ確かにそうだったんですよね。だから大したあれじゃなかったんですよ。そうなんですかね。なんかまあそういったね、うん、失敗をしてさらに3年後ぐらいですか。3年後っていうと高校2年の夏です。また高校2年夏多いね。夏はまやかしだからね。だいたいねグレちゃんの夏だから、まあ、まあそこで まだ僕もまあ相変わらず陸上部をで、まあ、あ高校でも陸上部だったね。はい、陸上部でも、うん、高校に行っても陸上部で、うん、で、まあ、高校になると夏休みに、まあ、1週間ぐらいの合宿っていうのが、まあ、あるよ。ありまして。僕もあったね。他の学校、まあ、3、4校集まって、まあ、新潟の方に、まあ、うん、新潟か知らないよ、まあ、妙高高原に、うん、合宿に行ったんですね、はい、でその新潟の、まあ、合宿3日か4日あって、うん、で全体で3日か4日あって、で、まあ、最終日にエンドレスリレーって、まあ、1時間ずっと走り続けるっていう。エンドレスってもう永遠ってことだよね。そうです。まあ、一周何百、まあ、300メーターぐらいだったのかな、うん、そのグラウンドが、うん、なんで150メーター150メーターぐらい区切ってリレーするっていうの1時間男女混合で、ね、そうです、はい、いろんな学校と組み合わせ。あ、君男子校かい？違います、あ、けど共学ですけどほぼ男子校でしたね、うん、クラスは、うん、でその陸上部は違う高校の、そうですね、のいろんな女の子たちだたちともいて、まあやってたんですけれども、うん、まあ、最終日、まあ、そのエンドレスリレーで、まあ、炎天下で1時間から1時間半ぐらいずっと走りっぱなしだったんですけれども、うん、まあ、その中でまあ走り終わって1人他の学校、まあ、その合宿で知り合いになった、まあ学校の友達、まあ、男子の友達と何をぐちょぐちょ喋る、まあ、そう、まあ、あの知り合った、まあ、男子の友達の同じなんて言ったんですかね。何を言ってんだ君は。ちょっともう本当にテンパり始めちゃいましたね。ちょっと当時のことを思い出すと知らんわ、はい、要するに違う高校の友達ね、女の子がいたとか、まあ、女の子がいたとか、それだよ、まあ、そうですね、で、まあ、その子が、まあ、熱中症に近い状態になっちゃってですね。あら、まあ、大変だ。で、まあ、その学校のまあ、チームメイトたちがこう大丈夫とか、まあ、解放してあげてたんですけど、その時になんか助けてあげられたらなんかもうちょっとなんか進展したんじゃないかなっていう。その子のことが好きだったの？まあ、興味はありましたね。あ、可愛いなって、ね、なんかちょっといいなとかそういうのはあって、なんかちょっとアプローチをかけてたんですけど、なんかその時アプローチをかけてた、かけようとしてたっていうんですかね。なんかかけるとしたらどうやってかけてた？まあ、まあ大会とかで、あ、まあ、多分会うことあるんで、その時に、まあ、先でしょ、まあ、だから連絡先とか先に交換、帰り際とかに連絡先みたいなの交換して、うん、まあ、なんかメールとかのやり取りできたらいいなぐらいのところだったんですけど、一番最初だったんで。近づいてはいたわけですね。はい、そうです。なんかちょっとアタックをかけようとはしてたんですけど、彼女の視界に入る位置にこう入ろう入ろうっていうのは、そういう努力はしてたんですね。してたんですね。多分僕はね、女性からしてみたらだよ、はい、僕は男性だけどもね、はっきりね白黒言ってくれる男性の方がいいんじゃないかなと。ああ、だから好きなら好きって言いなさいよと。なるほど。だから好きなような好きじゃないような、そういうなんていうの、そんなことはもういいよと。ああ、なんかもう白黒つけろと、うん、ただね、はい、それをね、あの、はい、好きなんだか好きじゃないんだかっていうこの感覚を楽しんでるのが楽しいっていう人もいるんですよ。あ、まあ、そうなんす。なんか恋に恋してるみたいなことなんですかね。分かんない。うちの兄貴バカじゃないって言ったんだけど、ね、そうなんですか。若い時ね、はい、まあ、うちの兄貴はどうでもいい、はい、なんか、うん、でまあその時になんか一緒になんかいいとこ見せてたら、なんかもうちょっとなんかいいとこ見せる、どういうとこ見せようか、あのちょっと離れたところに日陰で小川があるんですね、うん、小川があるなんかそこまで連れてってなんか水の手で汲んでまあなんか分かんないですけど、それを口に含んで口づけて飲ませてあげる嫌われるな、まあ、そうですね、うん、そこまではしないですけど、なんかそういったところなんかもうちょっと男らしいじゃないですけど、なんか例えば坂本達也男らしいとはどういうことかね。まあ例えばまあ、すごいその時はすごいメルヘンなことを考えてて、お姫様抱っこかなんかして向こうに連れてっていけばいけんじゃないかって思ったんですよ、ね、それ多分止められると思うから、はい、ま、周りに何やってんですか、まあ、とりあえずなんか連れ、なんかまあ触らないでくださいと、まあそうなるでしょうね。その頃の僕はそう思ってたんですね。まあ本当に頭がメルヘンだったなと
いやでもまあまあまあしょうがないよね。なんかそういったなんかあの、まあなんかもうちょっとアクション起こしてれば。じゃあ今後それを生かしてだよ。はい。アクション起こしなさいよ。バンバン。そうですね。なんかもう。じゃあこれからはお姫様抱っこしまくる。はい、お姫様抱っこしまくる。いいですね。ね、この間ステップアップをしたし。はい。なんかもうちょっとね、あのしっかりとお姫様抱っこできるようにちょっともうちょっと。片っ端からしまくる。じゃあまずうちの女子の端からかお姫様抱っこしてけいいじゃん。頑張ります。はい。もっと鍛えます。どういうこと？いやもう鍛えますって。どういうこと？あのなんかもうちょっとたくましい。あれかい？うちの女子があのウエイトがあるとでも言いたいのか。そういうわけじゃなくてですね。失礼なこと言って皆さん聞いた？うちの女子。失礼なこと言ってるよ。頼りがいのなるある男になれるようにちょっともっとなんかがたいをちょっと見た目からね、はい、ちゃんと入っていこうかなと思います。はい、はいはい、僕のコーナーに行きたいと思います。お前は言われる。はい、私は坂本達也でございます。前回ですね、僕は自転車の歴史についてちょっとご紹介したと思うんですけれども、そうでしたね、あったね、はい、まあ、今回はもう、まあ、ちょっと物のルーツというか言葉のルーツみたいなものをちょっと調べ、好きだねそういうのね、はい、なんかちょっと調べたくなっちゃったんで、うんうん、それでちょっと調べてみようかなと思います、うん、調べちゃった、はい、ですね、まあ、皆さん普通にまあ言葉って、まあ、当たり前のように今僕も喋ってるように使うじゃないですか。まあ一応ね日本語だけどね、はい、日本語を使ってですね、うん、まあ、例えばまあ、やばいってみんな、まあ、若い子とか、まあ、学生とかがよく使うじゃないですか。やばいやばいって。あれさ、はい、何に対してもやばいやばいって言うんだよね。まあ、なんかその美味しそうなもの食べても、あ、これやばいとか。あれさ、やばいっすよ。超やばいっすよって言いながら、え、お前何がやばいの？これやばい、うまって言うんだよね。なんかそうなんですよね。よなんかいろんな意味でやばいやばいって。うん、いろんな意味でプラスもマイナスもやばいんですか、ね。そう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 。本当言葉のニュアンス、その場の流れのニュアンスとかで全然。ね、使っちゃってるんですけど文化だ ね、 これね、はい、もう、うん、でもこのやばいの語源って本当は具合が悪いとか不都合っていう意味をあるやばっていうのがあるんですね、うんうん、でこれはもともと盗っ人とか、まあ、屋台を出店とかしてる商人たちの間の隠語だったんですけど、うん、本当はまあ、危ない場所とか危ないとか危険な意味からあるんで本当にその美味しいものやばいやばいって言ってるとこれはまずいまずいって言ってるだよ ね、 よね。本当は危険な人やばい人だとかさ、はい、言うもんね。 なんで今使ってる、うん、若者たちはやばいよって言いたいですね、はい、でもねなんていうのかな多いよそういう言葉今の若者たちが使ってる言葉で逆になって、まあ、なってる言葉ってそうですね、うん、なんかだからまあ、そのこのね今のまあさっきも言いましたけどこのままじゃやばいなって思うんですよね、はい、まあいいんじゃないの人の人生だからそうですねまあなんかちょっとこうやってね正しい言葉を使えるように社会人に、ね、なった時に、ね、はい、社会に出た時に全部それは自分で直さないと、はい、ダメになっちゃうから、まあ、そうなん、うん、なんでちょっとねこれを聞いてる皆さん、やばいはやばいよって覚えてください。だってさよくメールでいつもお世話になっています、やばいですとか言えないでしょ、まあ、でクライアントとか先方に、まあ、そうですね、それこそ怖いです。これめちゃやばいっすよ、うちのめちゃやばいっすよってさ打たないでしょ、まあ、打たないし打てないですね、うん、なんでそういったね社長に言える、社長やばいっすよ、いや言えないです、言えないでしょ、怖くて言えないです、怖くて言えない、いやなんかそのなんかうちの社長に怖くて言えない、でそういうことじゃなくて世間一般の社長に対するなんかイメージってあるじゃないですか、なんかまあそういうのは使えないな怖いなっていうのは思いますね、はい、まああとはまあチンプンカンプンって言いません？言うよ。チンプンカンプン。君の話してることはチンプンカンプンで分からんよとか言うよね。そうですね。今僕が言ってる話もちょっとチンプンカンプンなところがあると思うんです。はい、うん。なんですけどこれも江戸時代頃に、まあ、当時の学者さんたちが使ってた、まあ、難しい言葉を、うん、まあ、冷やかして、まあ、当時の庶民の人たちが使ってた言葉なんですけれども、冷やかす意味でチンプンカンプンって言うんだ。最初はチンプンカンっていう。それどういう意味？チンプンカン。チンプンカンっていうのは、まあ、外国の人が話す言葉の口真似をしたものだったんです。なんか、まあ、当時なんか、まあ、いろんな国が入ってきたじゃないですか。鎖国が解けて。鎖国が解けてね。まあ、鎖国が解けて、まあ、まあ、国が開かれて、で、まあ、いろいろな文化とか入ってきた時に、まあ、ペラペラと何言ってるか分かんないチンプンカン、チンプンカンっていうんでチンプンカンだったんですけど、ああ、そうなんだ。でそこからなんかチンプンカンの間になんかプンがついてちょっとリズムカルなチンプンカンプンっていうのが生まれたらしいんですね。ああそう、はい、トンチンカンは何じゃ、トンチンカン、トンキチチンキペイカンタですか。そうじゃん、それ君だよ。あ、すいません、ホルちゃんにいるけどね、はい、サンバカトリオはね。あ、そうですね、僕が、まあいいや、それはいいから、はい、
ね、はい、トンチンカンって何、トンチンカンって何でしょうね、うん、すいません、そこはちょっと調べてない、調べてないのね、はい、すいません、チンプンカンね、はい、チンプンカンはちょっと調べました、ちょっと今までの僕の話がチンプンカンかもしれませんが、チンプンカンはそれやばいよ、はい、はい、そうですね、ちょっとやばいですね、はい、まあ、あのちょっと気分を変えて、赤ちゃんって言うじゃないですか、話変わるのね、変わります、赤ちゃん、赤ちゃん、はい、なんで赤いっていうかってことでしょ、はい、だってあれ生まれた時は赤いんでしょ、そう、まあ、もうその通りです、はい、それ普通だよね、まあ、皮膚がまあ薄いんで大人の人に比べてちょっとあの血流っていうか街の流れが赤く見えるからっていうの、これは大体の大人は知ってるんじゃないの、まあ、そうですね、でもう一つあったのがですね、話変わるのね、あ、もう一つあったんですね、あのもう一つが赤は何もないっていう意味があったらしくて、うん、あの赤の他人とか真っ赤な嘘とかって言うじゃないですか、赤のふんどしは、赤のふんどしは興奮するんじゃないですかね、いや意味が分かんないよちんぷんかんぷんでしたね、やばいから、はい、進めて、まあ、それでですね、あの赤は何もないっていう考えられてたんで、うん、生まれたばかりの何もない状態だから赤ちゃんっていう風にちょっといい話でしたかね、あ、そういう意味の赤ちゃんっていう意味もあるらしいんですよ、ちょっといい話でしたね、なんで赤って何もないっていう、いうことになるんだろうね、なんか原色だからですかね、なんか原色いっぱいあるじゃん、まあ、あの原色っていうか、まあ、赤青、赤何で、赤三原色か、青黄色でしょ、あの色の三原色、どの花見てもなんで歌ってんねん、綺麗だな、で、はい、話まとめよう、あのちょっと明白に なんかちょっと三原色、うん、赤青緑の三原色で、まあ、なんか一番色が強いからっていう説があったらしいです、まあ、なんか他にもいろいろと一番色が強かったらあるんじゃないの、ないんじゃなくて、なんですかね、なんかまあ明白だからってこと、白の方が ないと思うけど、調べ不足でしたね、だってよくさ、あいつは白だな、何もないから白、まあ確かにね、え、なんででしょうね、これ間違ってんじゃないの、君、間違ってなんかもっと深く調べた方がいいんじゃない、白ちゃんになっちゃいますね、赤ちゃんじゃなくて、そう、何もない、白ちゃん、何もない赤ちゃん、白ちゃんになっちゃう、じゃあ、白の他人だよね、白の他人、まあ、ただ最初そうですね、うん、じゃあ僕の調べが足らなかったです、すいません、次は忘れてくださいはい、あとは何ですかね、まあイギリスって本当はイギリスじゃないじゃないですか。イングランドでしょ。まあそうです。どうしたの？でもあの本当は全、まあ、UK とかって、まあ、他の、まあ、全世界的に言うと UK とかユナイテッドキングでも UK っていうじゃないですか。うん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 、でも日本だとグレートブリテンおよび北アイルランド連合王国ってちょっと長ったらしい名前なんですね。うん、でなんでこうなったかっていうとですね、江戸時代の人たちは当時この、まあ、イギリス、まあ、略してイギリスは、うん、エグレスとかアンゲリアって呼んでたんですね。ちょっとよ今では全然想像つかないんですけど、うん、なんでこれがイギリスになったかというとですね、あの、まあ、また鎖国が解けたというか国が開かれて、うん、まあ、いろいろな国の人が来てですね、その時にポルトガルの人が来たわけですよ、うん、また種ヶ島か、うん、とは全然関係ないですけど、鉄砲のね、はい、うん、まあ、なんかまあポルトガル人が来てですね、その時にあのイギリスというかその当時のポルトガル人の人がなんかイグレスだだかっていうふうになんかちょっと当時のでもそういうのってよくあるよね、はい、なまってるわけじゃないけども、はい、日本人の聞き間違いでそうなっちゃってるのって、はい、なんかそれでなんかイグレスとかアンゲリアってちょっとなんか全然違うのが伝わって、うん、そこから変形してイギリスになったんですね、うん、なるほどね、はい、なんであのラムネはレモネードがあの元らしいです、だからポルトガルとかそういったのを聞き間違えて、まあ、そういうのよくある、はい、うん、でオラン、まあ、同じ国名つながりでオランダもオランダじゃないですね、うん、じゃあな俺も分かんない、はい、オランダは何だ、オランダは本当はネーデルラント王国っていう、へえ、正式名がそうなんだ、そうらしいんですね、うん、でオランダっていうのはあの、まあ、長いから略しちゃったのかな、あのオランそうじゃなくてですね、あのオランダってアメリカっていうところの州とかあるじゃない、うん、カリフォルニア州とかあるじゃないですか、うん、あのネーデルラント王国のオランダ州ホラント州っていうのがあって、そこが戦争でちょっと有名になって、そこがまあオランダって呼ばれるきっかけになったんじゃないかっていうのが僕の調べた結果でした。へえ、はい、ちょっとためになりました、豆知識でしたか、豆知識ね、はい、豆知識だけどあんまり使うことないけど、ね、そうですね、でもあのでもオランダはオランダじゃないんだよってちゃんとちょっと自慢できません、あんまり言わないけど、ね、言わないですか、うん、じゃあもう一番最後になるんですけれども、うん、はい、素敵って言うじゃないですか、素敵、素敵、あの人素敵ねっていう、はい、であのこの語源っていうか、まあ、あれがですね、素晴らしいに決定的の的で昔は素敵って呼んでたらしいんですね、素晴らしいに決定的の的で素敵なんだ、はい、でそれはあの明治の射的は射的射的は楽しいです、はい、それで、はい、まあそのままこのまあ
素晴らしい的って書いて素敵っていうのは、まあ、明治の頃までは使われたらしいんですね、うん、でもあの、まあ、敵って、まあ、叶わないっていうもう読むじゃないですか。まあね、で素晴らしくて叶わないなっていうんで素敵っていうふうに言われるようになったらしいんですね。あ、じゃああれなんだ、はい、女性があの人素敵ねっていうのは素晴らしくて叶わないなと思ってることにも指摘するのね、らしいです。なんで、まあ、僕は荒井さんが、荒井先生が素敵だなっていつも思ってます。え、それは何、君は男に興味があるんですか？いや、その人間として素晴らしくて叶わないな、まだまだ叶わないなっていうことで、よくね、はい、僕言うんだけど、当たり前のこと言うと怒るよって言われちゃうんだよね。はい、すいません、まあ、やだやだやだやねえさね。まあでもそういったね、いろいろなことを勉強させていただいております。はい、じゃあアメリカはなんでユナイテッドステータスアメリカなの？なんででしょうね、あれはなんででしょうね。アメリカ、イギリスから独立したからですかね。さあ、それを調べといてね。じゃあ次調べていきます、はい。まだあるんじゃないか、時間が。まだありますか。うん、あるよ。あと何でしょう、ね。坂本さん、あれは、はい、おにぎりとおむすびの違いは。そうだよ。あ、おにぎりとおむすびの違いはですね、うん、まあ皆さん、どっちも言うよね。はい、皆さん、おにぎりだったり、はい、おむすびだったり。日本おむすび協会はなんて言ってんの？日本おむすびコロリンスってんてんっていうのもあるしね。まあ、おにぎりはまあ握り飯から来てるんじゃないかって大体皆さん思うじゃないですか。うん、で、広辞苑にはおにぎりは握り飯、おむすびはおにぎりまたは握り飯って書いてあって、特別な定義はないんですけれども。ないんだ。ないみたいです。で、昔のまあ人は、まあ、山の形が三角形になってるのはおむすび、うん、でそれ以外はおむすびじゃなくておにぎりだっていうふうに言ってたらしいです。なんでだろうね。なんでなんでしょうね。でも日本おむすび協会という団体はですね、名前や形じゃなくてみんなと一緒に食べて笑顔で過ごすのが一番いいんじゃないか、それいいよねっていうのが、考えで、とても素晴らしい考えだなと思っております。うん、まあ握るってこと、握、はい、りっぺは握りっぺは隠れてしましょう。え、はい、何言ってんの君。はい、すみません。握りっぺはしちゃダメだよ、あんなの。はい、あれ火つけたら火つくんだよ、ボーッつって。確かにそう、瞬間的に燃えるらしいですね。危ないってやられちゃいいんだから、それ目の前でやられてごらんよ。あ、すみません、君じゃないけどね。はい、はい、まあそんなこんなで、まだ時間あるんじゃない？大丈夫？ます？いいよいいよ、まあ閉めても、閉めてもいいよ。はい、うん、じゃあ、僕のコーナーでした。ちょっとした豆知識披露できたかなと思います。9で終わりにしてくる。はい、もうエンディングのコーナーでございます。皆さん、僕のコーナーのちょっとした豆知識はいかがだったでしょうか。噛みまくりです、冒頭から。はい、すみません、いかがでしたでしょうか。始めダメなら終わりもダメ。はい、本当にその、ね、そうでしたね。はい、本当申し訳ないです。いえいえ、頑張ります。次こそはちゃんと、アメリカの意味も調べていきます。はい、なんでしょうね、お知らせした方がいいんじゃないの。あ、そうですね、オフィスはオフィスポルツオフィスは横浜でございます。はい、オフィスポルツは、現場が、レッスンしながら現場型の演技力やトーク力をこうやってね、鍛えることができるので、木村さんマイク切っちゃっていいですよ。皆さんぜひご参加くださいませ。場所、場所、場所は、桜木町駅から徒歩3分、まあ5分、まあ長く見て5分、花花というところにあります。あ、住所住所住所、それでは次回も荒井正和のスパルタ学園をお楽しみにくださいと言いたいんですけれども、まだまだお時間があるので、はい、よろしくお願いします。あれ、住所どっか行っちゃった。さてと、ね、王子と天の声のエンディングになりますけども、はい、もうグダグダ、はいじゃない、君入ってんじゃないよ。え、どうしちゃったんでしょう。どうしちゃったんだろう、坂本たちは ね、 テンパってまでね。だから恋愛ダメなのよ、決めると決めなきゃダメよ。テンパりまくりで、テンパってますよね。住所言うはずが、もうちょっと終わりやがって、しょうがないですね。まあいいです、バシバシ鍛えていきますんでね、まあ次回ね、このアメリカを調べてくると、別に次回あるかあいつは分かりませんけども、調べてもらおうと思います。はい、はい、もう助け舟も出しましたからね。そうですよ、はい、はい、じゃあ次回も聞いてくださいませ。バイバイ。この番組はオフィスフォルザの提供でお送りいたしました。